2021年第2回日本語能力試験懲戒 N 問題1 1番花屋で男の人と店員がある花について話しています。 男の人は、この花に水をやるとき、どのように水をやりますかこの花を買いたいんですけど、世話するの楽ですかええ、水をやるだけでいいんですよ。水は土が乾いたときに、根っこの方にだけやるようにしてください。葉っぱにかからないように。上からかけちゃいけないんですか湿気でカビが生えたり、腐ったりすることがあるので。 そうなんですす。か。気をつけます水をやったあと下のお皿に水がたまっていたら水は捨ててくださいねわかりました男の人はこの花に水をやるときどのように水をやりますか 2>, 2番駅のプラットホームで女の人と駅員が話しています女の人は何番線の電車に乗りますかすみません南海岸行きの電車はこのホームの3番線で待てばいいんですかそれとも向かい側の4番線に停まってる電車ですかどちらも 南海岸とは反対方向ですねどちらまで行かれます山川駅までじゃあ2番線の各駅停車ですね同じホームに1番線もあるんですがそちらは急行電車で山川駅には止まりませんから気をつけてくださいえー、っとですねこの3番線と4番線のホームを前方に進むと階段がありますそれを上がると 南海岸行きのホームに出ますからありがとうございます4番線の電車がもうすぐ出ますのでホームを歩く時気をつけてくださいね女の人は何番線の電車に乗りますか 3番、女の学生と先生が話しています。女の学生は、レポートのどこを直しますか先生、レポートを書いたんですが、これでよろしいでしょうかあ、もう書いたんですか早いですね。内容は後で見ますね。タイトルの書き方はこれでいいですかうん、問題ないですよ。 これでいいでしょう。ありがとうございます。他は名前も書いてあるし、番号も書いてあるし。でも名前は名字も書いてください。それから科目名が間違っていますね。この授業は世界の文学ですよ。日本じゃなくて。あ、すみません。それを直してもう一度出してください。はい。 女の学生は、レポートのどこを直しますか四番会社で上司からの留守番電話のメッセージを聞いています。この後、 まず、何をしなければなりませんかあ、もしもし、佐藤ですが。実は、昨日の書類を会社に置いてきてしまって、私の机の上にあるんですが、すぐに郵便局に行って出してきてください。あ、そうそう、その前に忘れずに部長に頼んで書類にサインをしてもらってください。 郵送したら確認のために私の携帯に電話お願いしますじゃあよろしくこの後まず何をしなければなりませんか 5番同じクラブの女の学生と男の学生が話しています男の学生は最初に何をしなければなりませんか松本くん私明日から旅行に行くんでちょっとお願いしたいことがあるんだけどどんなこと新入生のパーティーについてどんなふうにやるかみんなに意見を聞いて 案を作ってほしいんだけど、今週中に。えっと、メールで意見を聞いて案を作ればいいよね。うーん、できたら会議をしてほしいんだけど、メールだと意見言わない人いるから。春休みだから、みんなが集まるのはちょっと難しいんじゃないかな。うーん、そうかな みんなの都合がつかなかったらメールでもかまわないけどまずみんなに連絡して集まれるかどうか確認してようんわかったよ男の学生は最初に何をしなければなりませんか 6番市役所で男の人と市役所の人が話しています男の人は卓球教室に何を持って行きますかすみません掲示板で中級者向けの卓球教室があるって見ましてレッスン料は無料って書いてあったんですけどはいレッスンは無料なんですが卓球ルームの利用料としてお一人200円 参加される時に毎回いただいています。あ、そう書いてあったかもしれない。すみません。きちんと読んでなくて。申し込みます。では、こちらの紙にお名前とご連絡先をお願いします。教室は来週の日曜日から始まります。10時に直接教室にいらっしゃってください。えーと、ラケットはご自分のを使われますかはい。 ラケットもボールも自分のを持ってきます。あ、ボールはなくなったり他の方に間違って持って帰られてしまうことがありますので個人のものをお使いにならないようお願いします。わかりました。男の人は卓球教室に何を持っていきますか 問題二。1番 1> 男の人と女の人が話しています女の人は新しい家について何が一番いいと言っていますかあ課長引っ越し大変でしたね新しいお宅どうですか うん前の家よりも広いしね駅からも近いし住みやすいのよへえいいですねでも一番気に入ってるのは庭があること今度みんなで遊びに来ないえいいんですかもちろんよパーティーでもしましょうよ会社からも近いしねいいですねありがとうございますぜひ 女の人は、新しい家について、何が一番いいと言っていますか二番男の人と女の人が話しています。女の人は、 レストランについて、何が一番良かったと言っていますか？昨日のレストラン良かったね。うん、本当どの料理も美味しかったよね。量もちょうど良かったしそうだね。それにお皿もそうそう。素敵なお皿だったし、見ているだけで。 幸せなな気持ちになったよ、ね、ほんとあああとお店の人たちのサービスもよかったねそうだよねでもやっぱり料理が最高特に魚ねまた今度食べに行こうよ女の人はレストランについて。 何が一番良かったと言っていますか三番学校で女の学生と男の学生が話しています男の学生は どうして昨日ハイキングに参加できませんでしたか小川くん昨日のハイキングどうして来なかったのそれ僕の方が聞きたいよ昨日駅行ったけど誰もいなかったんだよねえ本当駅って桜駅そうだよ朝9時に改札口の前で待ってたんだけど 変だねそれなら会えたはずあもしかすると北口の改札に行ったんじゃない南口に集合だったんだけどあ間違った小川くん電話しても出ないし来るのやめたんだと思ってたよごめん昨日は携帯うちに忘れて出ちゃったんだ 男の学生はどうして昨日ハイキングに参加できませんでしたか4番大学で先生と女の学生が話しています。女の学生は いつ、先生のところへ研究の相談に行きますか加藤さん今週の土曜3時に加藤さんの研究について相談を受けることになってましたがはい。実は急に会議が入ってしまって「他の日でもいいですか今週水曜日の午後とか?」。 水曜は毎週午後授業がありまして先生のところへ伺うのが4時半ぐらいになってしまいますがそれでもよろしいでしょうかそれだと私は5時過ぎから授業があるので30分しか話せないけど構いませんかあのできればもう少し時間をいただきたいんですがじゃあ少し相談に乗るのが遅くなってしまうけど 今週の約束を一週間伸ばしましょう時間も同じでそれならゆっくり時間が取れますからはいよろしくお願いします女の学生はいつ先生のところへ研究の相談に行きますか 5番ラジオで女の人が自分の趣味について話しています女の人は家で野菜を作り始めてよかったことは何だと言っていますか私最近家の庭で野菜を作り始めたんです前から早起きなんですけど 今は朝起きたらまず野菜に水をやって一日が始まります近所でも野菜を作ってる人が意外に多くてそれまでは話したことがなかった人たちと親しくなることができました共通の趣味がでできたおかげですね中には家でたくさん作っていて店で野菜は買わないっていう人もいるんですよ野菜ができたら 野菜が苦手な孫にも食べさせたいです新鮮な野菜なら野菜が好きになってくれるかもと期待してます女の人は家で野菜を作り始めて良かったことは何だと言っていますか 6番女の人と男の人が話しています雑誌に載った写真はどんな写真ですか山田さん写真を撮るのが趣味だそうですねいつもどんな写真を撮っているんですか景色を撮ったり庭で遊んでる子供たちを撮ったりいろいろだよあ僕の写真 この間、雑誌に載ったんだよ。わあ,あ、すごいですね。どんな写真ですか夏休みに子供を連れて森山自然公園に行ってね。花がとっても綺麗だったから、それを撮ろうと思ったんだけど。ああ、あそこは池の周りの花が有名ですよね。うん。だけど行ってみたら、池に見たことない珍しい鳥がいてね、それを撮ったんだよ。あ、あの池は魚がいるから、 魚を取りに来たのかもしれませんね。ああ、そうか。雑誌に載った写真はどんな写真ですか。問題三。 一番女の学生と男の学生が話しています佐藤君佐藤君ってあの雑誌によく出てる青山っていうレストランでアルバイトしてるよねどううん料理のこともいろいろ教えてもらえるしバイト仲間もいい人ばかりですごく楽しいよいいね実は今ねバイト探してるんだけど。 そこ、人を募集してない?。どうだろう。今度店の人に聞いてみるよ。本当ありがとう。女の学生が伝えたいことは何ですか?。一。佐藤君のバイトの仲間を紹介してほしい。二。 佐藤君にバイトの探し方を教えてほしい。三、佐藤君のバイト先に食事に行きたい。四、佐藤君のバイト先で自分も働きたい。 2番、テレビで医者が話しています。私は患者さんから、ストレスや疲れで体の調子が良くないという相談を受けることがあります。皆さんは普段からよく笑っていますか面白いテレビ番組を見たり、楽しくおしゃべりしたり、何でもいいんです。笑うと緊張が解けます。それにより、血の流れが良くなり、元気になるという研究報告もあります。 運動を始めるよりずっと簡単なことですからぜひやってみてください医者が言いたいことは何ですか体の疲れは医者に相談した方がいい健康のためによく笑った方がいい三 テレビを長い時間見ない方がいい。四。できるだけ運動をした方がいい。三番。テレビで明日の天気予報を聞いています。明日は。 寒い一日になりそうです最高気温は9度最低気温は2度の予想です今降っている雨は明日の朝まで降り続きますがお昼には止んで午後は気持ちよく晴れるでしょうしかし夕方以降はまた強い雨が降り出すでしょう夜遅い時間には雪に変わる可能性もあります 暖かくしてお出かけください。明日はどんな天気ですか。一。<1 S 2> よく晴れて暖かい。二。<2 S 2> よく晴れるが寒い。三。<3 S 2> 天気が変わりやすく寒い。 「一日中雨が降って寒い」「問題4 1番机を運びたいのですがとても重いです」「友達に何と言いますか?」 一。手伝ってくれる。二。手伝おうか。三。手伝ってもいいよ。二番。お菓子を作りました。食べてもらいたいです。 何と言いますか1これ召し上がってください。2, 2では食べさせてください。3どうぞお作りください。 3番。もう遅い時間です。店が空いているか店員に聞きます。何と言いますか 1, ?1 買い物は終わったんですか ?2, 2もう店に入られますか ?3 まだやってますか 4番、「コンビニの機械でコンサートのチケットを予約します」「使い方が分かりません」「店員に何と言いますか?」「1どうやって予約するのか教えましょうか」2「2予約はどうすればいいんですか? 3> 3」「3チケットを予約したらどうでしょうか?」 問題51番加藤さん明日のパーティー行くでしょクラスのみんなも行くって 1, 1うんできれば行きたいんだけど 2, 2すぐにクラスのみんなを誘ってよう3パーティー明日にしようか 2番 2> 私先輩にアルバイト紹介してもらうことになったんだ 1, 1よかったねどんなバイト2新しいバイトを始めてみてどう 3, 3先輩にバイト手伝ってもらうの 3番これはいつまでに払わなくちゃいけませんか1一回でお願いします 2, 2 A 払わなくちゃいけません3できるだけ早く払ってください 4番。1ヶ月の長い休みが取れたら何したいやっぱり旅行がいいな 2> 2それなら夏休みを取るようちで休んだ方がよかったよ。 5番あの、窓を閉めてもらえないでしょうか。1、1> すみません、お願いします。2、はい、わかりました。3>, 3、そうですね、開けましょう。 6番。先輩のカメラ、今週いっぱいお借りしてもよろしいですか ?1。ちょうど借りようと思ってたから。2。2> じゃあ、なるべく早く返すから。3>, 3。うん、しばらく使う予定ないから。 7番最近毎日料理してるんだけど少しもうまくならないんだよ 1, 1少ししかうまくならないの 2, 2毎日頑張ってるからだね3誰か上手な人に教えてもらったら 8番昨日はせっかく映画に誘ってくれたのに行けなくて悪かったねそれは残念だね 2> 2ああ気にしないで本当にごめんなさい。 番木村君これ社長が書かれた本なんですよ 1, 1あ拝見します二、はいお見せします3ではお目にかかります <noise>